ジェームズ・マイケル・アイゼン・ライクは、アメリカ合衆国、ミネソタ州セントクラウド出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1980年の MLB ドラフト16巡目で、地元のミネソタツインズから指名され、プロ入り。1982年4月6日にメジャーデビューすると、前年 A 級所属ながら、一気に、レギュラーに抜擢されるが、定着はできず。その後、 神経衰弱の一種であるトレッド症候群を患い、監修の前でのプレーができなくなる。一時は引退状態となり、1985年から2年間はアマチュアでプレーしていた。1987年にカンザスシティロイヤルズ参加のマイナー球団である AQ メンフィスチックスと契約を結び、球界に復帰。そこでルームメイトとなったのがマット・ウィンタースだった。 打ち切れ引っ込み思案のアイゼンライクと明るく社交的なウィンタースは性格が対照的にもかかわらずよく気があった。そして精神的に落ち込みそうになりがちなアイゼンライクをウィンタースは励ました。一方、マイナー暮らしが長いウィンタースも反対にアイゼンライクから貴重なアドバイスを送られることがあった。この年は3年ぶりにメジャーにも復帰し44試合に出場した。 1989年には、レギュラーとなり、共に、チーム最高の打率、293.27盗塁をマークした。1990年にはこの年より制定の難病や逆境を克服した選手に贈られるとに、コニグリアロショ賞の初代受賞者となった。1993年は、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍し、いずれの年も、規定打席不足ながら、 在籍を年間連続して打率3割をクリアした。特に1996年は361の高打率だった。1997年にはフロリダ・マーリンズへ移籍し、球団初のワールドシリーズ制覇のメンバーとなった。翌1998年5月14日にマイク・ピアッツァ、トット・ジーールとのトレードでゲイリー・シェフィールド、 ボビーボニーアラと共にロサンゼルスドジャース移籍。この年限りで引退した。ありがとうございます。